ママ、ちょ、ママ限定とつまししようぜ、おい。そう、40、おい、ちょっと待って、あのさ、ちょ、マジな話、メール募集してます、今。俺の放送をどういう気持ちで、そのママたちが見てるのか、ちょっと俺喋りたいんで、うんこちゃん12345、アットマーク、gmail.com に。だって40歳以上の女って言ったらさ、息子20歳でもおかしくねえわけじゃん。おい、やばい、大丈夫か？え、本当のママじゃん、ねえ。ちょっと待ってみんな、冗談じゃなくママなんだけど。23歳ですが、女の圧倒的勢力としてお話しさせてください、いいぞ。もしもし。もしもし。僕、うんこちゃんっていう名前なんですけど。はい。なんか、最近ちょっと女性がいなくなっちゃって。そうですね。どういう気持ちで俺の放送見てるのかっていうのを今聞きに来たんですけど。失礼ですけど、これネットだし匿名なんで身長と体重教えてもらっていいですか？あと自分の容姿。客観的に見て、自分は可愛いか可愛くないか、ちょっと教えてください。俺は知りたいんですよ。身長は、152センチで。152センチ。体重は45キロで。それは女性一般的には痩せてる方なんですか？普通だと思います。あ、普通ぐらい。で、容姿は、はい、容姿も普通だと思ってます。あ、じゃあまあもう一般、ごくごく一般的な女性。ごくごく一般的な女性だと思ってます。そんなごくごく一般的な女性のあなたがなんで俺の、どこがいいですか？その女性に広めてください。加藤純一の魅力を。いやでも広めてるんですよ。友達とかに。なんつって広めてんの？結構前なんですけど。放送中になんかガンの話をしてて、ガンの話俺が放送中にガンの話を、なんかお前さ広め方下手じゃない、なんだその重いテーマの俺がガンの話してるのを友達に勧めたの。なんかちょうどそのうんこちゃんが配信してるからつけてて、友達と二人で入れたなんか死んだわ。鉄って。死んだ。ガンで死んだ。ちょっと待ってな。消えちゃった、なんか。鉄って。ほら、来た！よかった、よかった！ 40 歳以上のばあさんと思ってメール送ってきてるんだ。いいね。最近の若い歌い手とかのよ。スキャンダルを聞くと、20代前半の女ばっかりとスキャンダルして、私たちなんて、もう誰も、お前たちの忘れていた女をここでさらき出せ！お前らたちの女の部分を見せてくれ、俺に。月経を取り戻せ、俺の放送で。なあ。生理を取り戻せ、俺の放送で。頼むぜ。結婚5年目、新婚の時にうんこちゃんにハマりました。子供はいません。なんで俺既婚の女と喋んなきゃいけねえんだ。ちょっとおもろそうじゃねえか。安心して、既婚者に優しいからな、俺は。安心して、見れる系なまぬし。俺の子供作れ。おい、俺の子供作らせべ。欲しいから。あ、もしもし。あ、ごめんなさい、既婚者の方ですか？あの、お子さんいらっしゃるんですか？いえ、いない。あ、いない、わかりました。はい、精神病でお薬飲んでるのであ、精神病でお薬飲んでるんですか？はい。あ、なるほど。なので、お子様が作れない状態です。あ、なるほど、わかりました。はい。その普段どういう気持ちで俺の放送見てるか教えてほしいんですよね。なんかそのやっぱ女性という立場弱いじゃないですか、今。はい。うちのコミュニティだと。どういう気持ちでというか。いや、そうですね、今、病院通ったり、訪問看護行ったり、週3回くらい、つい2ヶ月前まで入院してて、退院して、その精神病で、措置入院みたいな。そうです、精神病で入院して、で、退院して、がっちり、治療中で、で、家にいる状態なので、家にいる
時はずっとあのうんこちゃん見てます、ね、なるほど。その空いた時間を使ってみたいな、空いた時間にあのうんこちゃん見てますね。あの最近ドラクエ追っかけてます。あ、ドラクエ11を、はい、と旦那さんはその俺の、はい、俺に認識してますか、俺を。アンダーテイルからハマってます。おいいね。はい、じゃあその今は夫婦ともども見てくれてるんですか。あ、はい、そうですね。いや素晴らしい。てて、うん、旦那があの今電話してるの気づいて、うん、苦笑いしてます。あ、じゃあ旦那にも代わってくださいよ。旦那さんにもちょっといや、やっぱそれは旦那さんにもご挨拶しないといけないでしょ、さすがに。あ、じゃあ代わります、うん、旦那さんにもちょっと、はい、やっぱ 俺そういう気持ちで今あなたと喋ってないんで、ちゃんと向き合ってるんで。あ、じゃあ旦那さんも代わってください、はい。あ、こんばんは、もしもし。あ、もしもし。やぶん、すいません。あの、私ですね、あの、YouTuber やってます、あの、うんこちゃんと申しまして。あ、いつもお世話になっております。あ、いつも本当にこちらこそお世話になっております。本当に今回はですね、ちょっとあの、ちょっと女性に僕の配信について聞こうという企画を今ちょうどやってて。あ、そうなんですか。あなたの奥様が本当に突して、あのね、メール送っていただいて、本当にありがとうございます。あ、そうですか。僕、あの奥様から僕に僕のことを聞かされたっていうか聞いて、僕の放送もたまに見ていただけてるんですかね。ああ、そうですね。いや嬉しいな本当に。いや素敵な女性ですよ本当。一生涯本当幸、もうあなたたちは幸せになってほしい。あの失礼ですけど、あのおいくつですか。失礼ですが旦那様は。あ、僕は28です。ね、日八なんすか。俺32っすよ。今度飯行きましょう、じゃあ。3人で。日発だったら、あの、ちょ、モコ連れてくるんで、じゃあこっちは。4人で飯行きましょうよ。新宿あたりで。それなら、重い話になりそう。わかりました。この夜分遅くすいませんでした。あの、奥様にもよろしくお伝えください。ええー、ありがとうございます。いや、ほんとありがとうございます。本当これからも、ちょっと僕本当に、面白くない放送もあると思うんですけど、ぜひ本当に僕のこと応援していただけ、たいんですけど、いいですか。もちろんもちろん。あ、わかりました、はい、すいません、ありがとうございました。本当今後ともよろしくお願いします。あ、今後ともよろしくお願いします、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。夜分遅くすいませんでした。はい、はいはい、ありがとうございます、はい、おい、旦那出てきたぞ。おいおい、子供作らせべえとか言ってた。これ聞かれてたらどうすんだよ。今俺がうまいこと対応したからなんとかごまかせたけど、危なかったぞ。嫌われてたぞ。うんこちゃん、加藤純一さんはいつも見てます。30歳です。6年前から見ています。私は女友達からうんこちゃん勧められて視聴者になりました。その女友達は精神病で病んで、うんこちゃんの視聴をやめたようです。俺の女視聴者精神病しかいねえじゃねえか。俺のせいみたいになってんじゃねえか。みんな精神病で病院勤めてんじゃねえか。今年1月のツボ配信と雑談の時に2回ほど電話かけさせていただいた30代後半の女の子で、知らねえぞ。誰だ誰だお前。あ、なんかいたな。あれいなかったっけ。ママじゃん本当に。ママをママにかけねえ、久々に。これママじゃん本物の。俺がママって呼んでる視聴者がいるんだけど、ママに久々に電話かけよう。ママって何してんのって最近は。ちょ、ママにかけるわ。本当のママがいるのね、俺。よし。もしもし？あ、もしもし、こんばんは。あ、ママ？はい、ママです。どう、最近調子は？あ、最近はちょっと、皆さんにお知らせしたいことはありまして。あ、そうなの？どうしたの？はい。うんこちゃんさんと、うん、レモンの皆さんに、いつもなんか笑顔にしてもらってるので。うん。いや、そんなことない。俺もいつもママのおかげで配信頑張ってるよ。うん、以前出た時に、うん、彼が横にいて。あ、いたね。なんか28歳の子でしょ。そうです、うん、彼が横にいて、うん、で同棲してるってことを伝えたんですけど、うん、この彼と結婚することが決まったので、うん、ママを取らないでよねえ。ママ行かないでほしい。俺誰を頼って生きていけばいいんだよ、ママが結婚しちゃったら。もう皆さんのおかげで本当楽しい毎日過ごせてるんで、一番に伝えたくて。あ、なるほど。結婚されるんですか。そうなんです。いや、おめでとうございます、本当。ありがとうございます。あれ、ママおいくつでしたっけ。37ぐらい。
37位ぐらいってことは38、9じゃん。もうそれ。何いつまで経っても女じゃん、ママ。ちょ、あれは本当の年齢教えてください。37です。あ、37。はい、あ、でもよかったっすね。ありがとうございます。そんな、なんか、ねえ、やっぱ、お子さんとか考えてるんですか？あ、ちょっと、年齢的に危ないんで。うん。なんかまあ、皆さんを見てると、子供を見てるような気持ちになるんで。あ、我々を見てると。そうですね。なんか楽しそうだなっていう、こう、微笑ましい気持ちにさせてもらってるんで。やっぱそういう気持ちで僕の配信見てくれてたんですね。本当の、やっぱママだわ。そうですね。よかった、本当に。久々にママの声聞いたわ。これからも、あ、わかった、思い出した。あの、壺の時に、俺がクリアできなくて、もう助けてよ、ママつって、誰か、40歳ぐらいの包容力のある女、誰かいないつって電話かけてくれ、来てくれたのがあなただ。そうですよ、そうです。そうだ。ママのおかげで壺クリアしましたわ。いや、とんでもないです。もう、うんこちゃんさんの力なので、本当に、おめでとうございます。で、これからもなんか、長時間配信で辛い時にママに電話していいですか？わかりました。ありがとうございます。じゃあ幸せな家庭を築いてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、頑張ります。ありがとうございました。はい、失礼します。はい。そうだ。投げママした時だ。久々に喋ったわ。あれ、28歳のフリーターの男と結婚するママでしょ。幸せになれよ。ママって何ってか。俺の中でママがゲシュタルトークを起こしてる。マジで。今日だけで。何なんだ、ママって。親子で視聴させていただいております。40代です。子供の影響で6ポケから視聴しております。うんこちゃんさんとお話できる機会などなかなかないのでメール送りました。もうちょっと、子供と視聴してるママに会いに行くか。いいね。本当に俺の精神を支えてくれそう。この人、まずこの人にかける。ガチのママ。あ、もしもし。はじめまして。はじめまして。はい、ちょっとだけ軽く自己紹介というか、していただいてもよろしいですか？はい。子供が中学生の時に、はい。ロクポケを見てまして、はい。ごめんなさい、ちょっと羽織りまして。だ、全然ゆっくり。待って、子供が中学生の時にロクポケを見ていたということは、お子さん、おいくつですか？24歳です。お子さん24歳ですか？あ、なるほど。はい、わかりました。まず、その情報ありがとうございます。はい。はい、で、あ、お子さんと一緒に僕を見ていただいて、今、はい、お母様はおいくつなんですけど、もう、ここはもう本当に、匿名なんで。44です。あ、44歳、はい、あ、じゃあ20歳の頃にお子さん産んで、はい、あ、でも俺にハマるってことはやっぱさぞかし素直でいいお子さんなんでしょうね。そうですね、ポケモンがずっと好きで。はい。視聴してまして、いや嬉しいな。え、旦那さんとかは、あの、失礼ですけど僕のことは知ってたりするんですか？はい、知ってます。あ、嬉しい、はい、今度じゃあ、あの、僕も、あの、もうママって呼んで4人でご飯食べに行きましょうよ。旦那さんとママとお子さんと僕の4人でね、家族ぐるみに、やっぱもう最近のテーマが俺家族ぐるみっていう付き合いをするっていうのがテーマにやってるんで、ぜひ4人でまたね、一家団らんの場を設けていただきたいなと思うんですけど。ありがとうございます。じゃあ香川県まで。香川から見てくれてるんですか？え、息子さんはもう俺のこと見てくれてるんですかね、まだ。はい、YouTube も、参加ぐらいで。え、嬉しい。チャンネルも入っております。いや、マジで嬉しい。もう息子さん寝ちゃってますもんね。今、当直でいないです。あ、しっかり働かれてるんですね。はい、そうです。え、じゃあもう本当重ね重ね、本当息子さんにもこれから俺マジで頑張るんで、はい、ちょっと応援して、引き続き応援よろしくお願いしますって伝えてもらっていいですか？はい、息子が言ってたのが、はい、最近古いゲームをしてくれないと。あ、なるほど、僕が、はい、僕に、僕のこと息子だと思ってちゃんと子供に説教するみたいに言ってもらっていいですか？そしたら俺ママの言うことだったら素直に聞くんで。え、本当に他の配信者さんは全然見てないんです。はい、はい、はい、ごめんなさい、名前出すの、いえいえ、皆さんやばいかと思うんですけど、はい、高田健一さん、はい、大嫌いなんですよ。そうなんですか。あ、じゃあ、本当に僕のことを息子だと思って、本当にちょっと昔のゲームやんなきゃダメよってちょっと怒ってもらっていいですか？俺ちょっと最近ママに飢えてて、はい、じゃあ純一って呼んでください。はい、はい、それはちょっと
いや、じゃあ、言ってください。お願いします。じゃあ、ほんと言ってください。じゃないと俺、もう本当に、もう、もうあなたとこで嫌いになります。もう。お願いします。言ってください。純一さん。はい。はい。古い、昔のゲーム、はい、スーパーサイヤ伝説、はい、何回もコメントしてるんですけども、はい、あの、それはできませんと。あ、はい。一回、弾かれたみたいで。そうですね。はい。はい。あの、そちらの古いゲームを楽しみにしております。わかりました。頑張ってください。いや、ほんとこれからも本当に僕頑張るんで、はい、応援よろしくお願いします。ずっと応援しております。ありがとうございました、本当に。はい、すいません、夜分遅くに。はい、失礼します。はい、はい、失礼します。はい。はい、失礼いたします。すげえ、ほんと。24の息子と44歳のママ。いいじゃん、すげえ。理想の家庭じゃん。俺で繋がってる。お前これ息子がもし俺の超ファンだったらめっちゃ喜ぶ。え、ママ、うんこちゃんのママにやったのって、頭おかしくなるだろう。絶対言うぞ、ママ今うんこちゃんと喋ったよっつって。いや、でもこれもしかしたらその今のママの息子がこの放送のタイムシフト見るかもしれないから言ったけど、お前の母ちゃんすげえいい母ちゃんだな、若々しくて。これあれだからね、バカボンドのしんのすけでお前変化すんじゃねえぞ。お前の母ちゃんいい女だな。ヒーじゃねえからな。ほ、一大人としてしっかりとした女性だなって。お前が立派に育ってるのは母ちゃんのおかげだな。飲酒に向けての性的な目で見てねえからな、おめえの母ちゃんを。43歳、主婦見てくれてんだ。やっぱいるんだな、 40代の主婦。どうする、後ろの方で旦那が「やってな、この時間に!」とか言ってさ、怒ってたら俺すぐ切るわ。あ、もしもし。あ、こんばんは。こんばんは、うんこちゃんです。あ、どうも、はじめまして。はじめまして。先ほど素敵な方と話されてたんで、ちょっと気が引けてたんですけど、いやいや、もう僕を通じて、やっぱママ友作ってくださいよ、ママ。ね。あ、ママね、なりたかったんですけどね、すいません。あ、今おいくつなんですか、ちょっと。43です。あ、43歳。なんかすごい素敵な、はい、若々しい声ですね。あの、僕を結構見てくれてるんですか。アウトラストですね。あ、ってことは3年ぐらい前ですよね。あ、そうですね、3年ぐらい経っていますね。そっからじゃあちょこちょこ時間があるときに、そうですね、見ていただいて、はい、頻繁に。え、失礼ですけど、旦那さんも僕のことを認知してるんですか。雑談とかも聞かせていただくようになってからは、はい、結構家事をしながら聞くことも多くなって奥さんが俺の雑談を「ギー!」とかいいの聞きながらトン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 って家事してるんですか。それも結構こう隠しながら聞いてたんですけど、はい、もういいかなって思って、はい、でもあまり気にせずに流すようにしてたら、はい、主人の表情を見たら、うん、時々笑ってたんですよ。あ、なるほど、僕の雑談聞いてご主人さんが笑ってくれたんですか。いや、めっちゃ嬉しいな、はい。そういう回数が増えてきたんで、はい、結構あの声の大きい配信者の方って主人どっちかっていうと苦手なタイプなんですね。あ、ちょっとなんかしっとりしてるというか、そういう静かな感じなのを好んで聞かれるんですか、ご主人さんは。どちらかといえばそういうタイプだったんですけど、はい、加藤さんの配信聞いてるときは、はい、あの全然うるさいとかも言われたことなかったんで、はい、で聞いてるうちに主人も今日は全然やってないのとか。嬉しい、ちょっとマジで嬉しい、それ。え、もう俺子供じゃないですか、あなたたち夫婦の。本当に結構そんな気持ちで。3人で飯食い行きましょうよ、今度。喜びます。主人と奥さんと俺で。俺のことじゅんちゃんって呼んでくれてるんですか、ご主人さん。すいません、申し訳ない。俺養子にしてください、俺をね。ぜひ。ママとパパじゃないですか、もうそれ。いや、嬉しいな、もうそれ。マジで嬉しいな、それ。え、ご主人さん今いるんですか、お隣に。あ、お隣というか、あのちょっと別の部屋にいますけど。あ、もし失礼じゃなかったらよろしくお願いします。やべえ、なんか久々にパパに会う気持ちになっちゃった、どうしよう。やべえ、ちょっと緊張してきた。
俺素直に喋れるかな。あ、切られちゃった、切られちゃった。ちょっと待って、え、パパに嫌われたかな俺。切れちゃった。ちょっと待って、やべ、緊張する、マジで緊張する。パパ怒ってんのかな俺に。もしもし、もしもし、あ、もしもし、もしもし、はいはい、あ、こんばんは、夜分遅くすいません。はい、あの、僕うんこちゃんと申しまして、はいはい、あのちょっと今ですね、あの女性、年上の女性に相談を聞いてもらうというとつまちをしていたところ、あの奥様にですねご連絡をいただいて、僕の相談乗ってもらってたんですよ。はい、あ、申し訳ありません、すいません、こんな時間に失礼しちゃって本当に。でご主人さんが僕のこと知ってるっていうふうにお伺いしたんで、もうぜひともちょっと一言だけ、いつもありがとうございますという旨を伝えさせていただきたくてご連絡させてもらったんですけど。なるほど、すいません、こんな遅くに。お仕事中でしたよね。いえいえ、やっぱりいろいろなんか嫌なこととかあっても、はい、うんこちゃんのやっぱり動画とか、はい、ガッ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 一番いいところ、パパ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 パ、俺もこんな親父欲しかったよ。で、うちの親父大工なんだ。うちの親父大工で口開けばタヌキの金玉がわだこうだって言いやって、こっちだろ俺のパパ、ほんとな、おい返してよ俺のパパ。ちょっと待って、もう一回、やっぱこれで切るのは失礼だから。あ、ダメだ、かかってきた、かかってきた。もしもし、あ、すいません、ちょっと僕電波悪くて切れちゃったんですけど。すいません、もう旦那さんすごい素敵な人で、僕ほんと今感動して泣いちゃいました、ほんとに。あ、本当ですか。いや、こんな夜遅くすいませんでした、ほんとに寝てるのに。 あ、ごめんなさい、ちょっとうたたしして私が起こしちゃったんで。あ、いや、ほんとすいません、お父様じゃない旦那さんにもほんとありがとうございますって伝えてもらっていいですか。僕ほんとに今感謝してるんで。わかりました、ほんとありがとうございます。すいません、ごめんなさい、はい、あ、はい、全然、はい、はい、すみません、はい、もしもし、もしもし、ごめんなさい、ちょっと電波悪くて切れちゃって、さっきお話ちょっと途中で切れちゃったんですけど。はい、はい、夫婦揃って、はい、エモンなので。いや、嬉しい、はい、はい、僕絶対 YouTube で一番になるんで、その見ててください。ああ、ぜひぜひ。僕頑張るんで、マジで。はい。はい、頑張ってください。また何かあったらちょっと相談になってください。そうね。ありがとうございます。本当ありがとうございます。はい、頑張ってね。はい、頑張ります。ありがとうございました。はーい。はーい。え、俺のパパこっちに変えてくれよ、ちょっと、おい。なあ、行政。ちょっとチェンジ、チェンジ。なあ。めちゃめちゃいいパパだったぜ。聞いた今の。今聞いたみんな。とてつもなくいい人だったな。俺ほんと頑張ろう。パパのために。で、嬉しくない？だからお子さんいないくて、その奥さんが、なんかその料理作ってる時に俺の雑談を流してて、で、旦那さんも聞くようになってくれて、流してない時は、あれ今日純ちゃん放送してないのってめっちゃよくない？パパじゃん、もうそれ、マジで。パパじゃん。今日もう結びの言葉言っていいか？なあ。やっぱ、ママ大事にしよう、みんなで。ね。今日お前ら明日朝起きたらママいつもありがとうって言えよ。なあ、恥ずかしがらずに。なあ、ママ大事にしろな、本気で。絶対言えよ、朝起きたらママありがとうつって、いつも。ということで、ありがとうございました。数々の凸してくれたママと
そしてそれに付随するパパ、ありがとうございました。僕はなんか今日いい睡眠が取れそう。おかげで風も吹っ飛んだわ。おかげで風が吹っ飛んだ。明日からまた元気に配信していこうと思います。お疲れ様でした。配信に参加してくれたママありがとう。